サントメールは、フランス、オードフランス地域圏、パイコールドカレー圏のコミューン。サントメールは、エール・シュルラリスから1 0トル県とアラスから8 0トル離れている。歴史的には、アルトア地方に属し、フランドル地方及びフランドルフランセーズとの境界に、近い。カップ・エマレド・パル地域圏自然公園と接している。コミューンを、 北東から南西へ向け流れる、アー川は、グラブリーヌにて、北海に注ぐ。最初の運河は1165年、フランドル博ーでは7世時代の工事で完成した。川は、サントメールからグラブリーヌ、そして海まで航行可能となり、中世のグラブリーヌは、サントメールの外交の役割を果たした。サントメールとは、アウドマルスに由来する。彼は、 クタンス出身で、リュクセイユの修道士で、637年にテルアンヌの司教となった。彼はサンベルタン修道院を建て、その周囲に町が発展していった。彼は667年か668年に亡くなり、遺界はテルアンヌからノートルダム教会へ移され、以後彼の名でコミューンは呼ばれた。 18世紀のサントメール都市景観を再現した、ズサンベルタン修道院の廃墟1850年サントメールの緑地にある、フランス式庭園。防番の城壁跡の下にあるノートルダム、教会サントメールは7世紀、市中の名で、分泌家の書物の中に現れている。町は、アウドマルス式のもと作られた、サンベルタン修道院の周りで成長していた。 ベルタンとはアウドマルスの同志として働いた者の,の名である。10世紀から現在のサントメールとなった。カール大帝時代には開港であったサントメールは海側からの信仰にあっている。当時、海側のフランドル地方都市はカレーの一部も含めまだ海の下にあった。932年、町はフランドル伯領となった。 12世紀から13世紀、サントメールで織物産業が花開いた。大いなる繁栄の時代、中世コミューン機関から恩恵を受けた初期の町であった。それはおそらく1070年代初頭である。これらの機関は、自助団体であり、兄弟会の形態が状態化され、商人組合がその後生まれた。これらのコミューンは、フランドル博から3つの自由を授けられた。 その後、織物産業主位の座をブルフェに明け渡すことになった。1165年からアーカワをグラブリーヌへ向けて掘った。泥の堆積がサントメールの外交で進行していたからだった。11世紀から12世紀のサントメール商人たちは組合を結成した。1212 12年のポンタバンダン条約でフランドル伯領からアルトワ伯領となった。 サントメールを取り戻そうとしたフランドルハクフェランは、ブービーヌの戦いで敗北した。その後フランス化が始まり、公文書はフランス語で書かれ、フランドル語は少なくとも、住民の生きた言葉でなくなっていた。13世紀の年代記作家義ム・ダンドレスは、当時の小取引は、フランドル語だったと記している。サントメールは、低地諸国の広範囲の経済網の中にあったが、 公式には分離していた。1300年頃の人口は400人ほどに達していた。1384年、サントメールはブルゴーニュ公国に組み込まれた。ブルゴーニュ公位はやがて神聖ローマ皇帝カール5世が継承した。彼の退後、サントメールはスペイン支配下の大歓区となった。15世紀の薬病流行では1500人の住民の 命が失われた。16世紀のカトリックによる対抗改革により、サントメールの都市計画は宗教色が強められた。サントメールはイングランドやワロンゴ地域からの多くのコレージュや神学校開設を歓迎した。1559年から1790年まで、サントメールには、 カトリックの司教座があったが、1801年にアラス司教座に移管された。1678年の内名編の和訳で、サントメールはフランスに活上された。1678年以後、防番式の下で、サントメールの防衛設備強化が行われた。1848年に鉄道が敷かれたが、サントメールに、まだ産業革命は起きていなかった。 広場、タウンホール、学校が築かれ、大通り建設のため防衛設備が壊された。二つの対戦で、サントメールは甚大な被害をこむった。1942年、ナチスドイツは、サントメールに、コンクリート製統治下を建設した。この設備は、もともと V2 ロケット基地として築かれた。設備は連合国側の爆撃で破壊された。 サントメールが解放されたのは1944年9月5日、ポーランド軍第一装甲師団によって出会った。サントメール経済は、水の周りで発展した。コミュニーンに周囲に広がる、オドマロア湿地は、農業や園芸農業、観光業の発展を支えてきた。サントメールには、ビール醸造所が点在する。ありがとうございます。